ロゴマーク楽器挫折者救済合宿は、ミュージシャン、桐林博樹と、株式会社スローカーブが企画、運営する、音楽合宿。2011年12月1日より運営は、クワイアリー株式会社に移行その名の通り、楽器に挫折してしまった人、あるいは未だ一度も楽器に触れたことのない人が、この合宿を通じて、楽器を演奏する、醍醐味を味わい。 誰の心にも潜んでいる音楽へのモチベーションを高めるというもの。主催者の霧林博樹が執筆したこの合宿の関連書も多数出版されているほか、合宿にとらわれない様々なイベントなどの活動も行っている。参加者は楽器未経験者から経験者まで、下は小学生から上は70歳代までと幅広い。楽器座席者救済合宿では様々な合宿、 イベントを開催している。サイト上に以下の救済ツールが用意されている。アシスタントのうのぶり一が店長を務めるオンラインショップ。ただし、アフィリエイトで商品を紹介しているもので、直接販売しているものではない。講師やアシスタントが進める楽器、機材などの音楽関連商品や、合宿で演奏された曲が入った CD などを取り扱っている。ありがとうございます。